きチャンネルんじょこんにちは。さあ今回ははい巨人です。はいはい B クラス入りです、うんセリーグ、ね、まさかの、まあ、あの3位争いもまあ熾烈でしたけどね。まさかの終戦っていうところでね、うん、でもドラフト戦略って言っても、はい、もう1位浅野くん行くらしくてなんか交流してるんでしたっけ、うん、でも、うん、あの巨人はもう10何連敗してるから、はい、くじ引きそうだ1位当ててないですよね引けてないのよ、うん、だから今回も引けないんちゃうかっていうでもよ、うんおまあ、浅野君抜きにして補強ポイントで言ったらもうピッチャーなのよ、はいうん、チーム防御率 3.69、はいうん、ワースト1位、うんはいね、あの失点589もダントツ、うん、でチーム打率2割4分2厘も最下位、はい、ホームラン163本と、ね、あのヤクルトに次いで圧倒的ホームラン数を打ってるにもかかわらず得点548と、うん、あの3位っていうね、うん、いやーきついねもう全整備必要だね全整備全整備ですかうん、うん、ってなった時によ、はい、まあ俺はもうピッチャー行った方がいいんじゃないのかなと思うんだけど浅野君行くわけじゃんね、はいはい、でまあその一つの要因としては、うんまあ、赤星山崎で堀田、うんはい、でこので戸郷とこの若い選手たちがね、もうまあ戸郷はもうエース格にもなってきてるしね、うん、でまあ初の2桁勝利、うん、でこの3人今年ね初勝利を挙げて、まあ、来年もっと飛躍してほしいっていうところで、はい、多分チームとしてはやっぱそこに期待をね、うん、かけてんだと思うんだよね。そうだって今年巨人のピッチャーで初勝利を挙げたっていう人がね、なんか 7,8 人いるっていう聞いたんですよね、うんまあ、だから弱いんだよね。あそうですか。あそうですよね、勝ててないピッチャーがそれにいるってことですからねそうそうそう、だから、うん、そこの中でやっぱその投手が、うん、勝ったことない選手が投げなきゃいけないほど、うん、あそっか人がいないってことでしょ。はい、まあ、でもだからそもそもだってガチンといたら、はい、入っていけないからね。そっか、そういう若い選手たちはね、若い選手が入る隙があるってことですね、うん、だからその 3,4 人とか7人っていうことは、はい、リリーフとかだったら分かるよ、うん、先発ででしょ。あでもリリーフでかもしれない、うん、ちゃんと全員数えてないから、だからそういったところでは、はいまあ、だから弱いんだよね、うん。でもまあ菅野が復活してくれなきゃ困るのと、うんまあ、ピッチャーのシューメーカーとかね、はい、メルセデスもまあクルンっていう感じもないしね、うん、でリリーフは体勢はいいけども、うん、それにつなぐ人たちがいないっていうところで、はいまあ、打つのはね、まあ、キャッチャー、まあ、大城、うん、でファーストの中田がねちょっと覚醒し直してきてて、うん、吉川もまあレギュラー格、うん、で岡本がねホームランは30発打ったけどちょっとね、うん、率が下がると、うん、で坂本は怪我勝ちで、はい、やっぱいない時のチームのマイナス面が大きい、うん、で外野はまあ回るっていうところと、まあ、外野のウォーカー、うん、でポランコが、はいまあ、打ってんだけどやっぱりそれねじゃあ納得できないと、うん、守備のちょっと下手くそさっていうねところはあるけども、うんまあ、考えたら、まあ、もちろんね外野も欲しいから去年サトテル行って、はい、あ一昨年か、うん、サトテル行って、まあ、外してるっていうね、はいまあ、ところはあるんだけども浅野くんね、うん、外すでしょ。いや分かんないですよ。十何連敗でしょ。じゃあ十何度目の正直かもしれないですよ。止める可能性もあるけどね、はい、でも、うん、ピッチャーがいいと思うよ。じゃあ浅野くん行ってのピッチャー2位、うん、去年で誰行ったんでしたっけ。最初大勢でも一本釣りじゃないですよ。一本釣りだよ。一本釣りそうでしたっけ。そうだって先生も大勢は上位じゃないって言ってたからあ、だから去年はじゃあもうくじを下げて、うん、一本釣り大勢としても大当たりだったじゃないですか。去年誰か取りに行ったんじゃなかったですか。うん、あ、隅田くん行って、あ、隅田行って外して、うん、大勢、おお、そうなんだ。ってことはやっぱじゃもうずっと連敗してますね。うん。うん、って考えたら、はい、左ピッチャー欲しいのかな。うん。じゃああるんじゃない？白鵬大の曽谷、もしくは日体の矢沢。うん、ああ。日体矢沢。いいと思うよ、俺は。でも1位浅野くん行くからね。矢沢王は余ってないでしょう。余っそうですね。うん。でも俺は本当は。うん、ピッチャーがいいと思うけど浅野くん行くんだよね。はい。まあ外野もいるからね。はい。でもジャイアンツのね、うん、ドラフト戦略の一番難しいところは、はい、FA 次第なのよ。うん、これでもしよ。はい。じゃあ近藤とか西川とか外野取れてよ、うん。もしくは浅村がジャイアンツに来たパターン考えたらよ。うん、もう野手いらんやん。うん、でも西投手も来る可能性もない。あ、そうだね。西来て。うん、森かもしれないし、分かんないよ、はい、けどそれによってちょっと取るところが変わるよね、うんうん、そうですね、うん、でもそう考えたら、うんまあ、1位じゃあ浅野行きましょうと、はいまあ、取った取れなかったあるとしても、うん、じゃあやっぱりリリーフいるよな、
だって山崎、堀田、赤星も先発なわけでしょ、はい、でもし西を取れあの FA 取れたら先発なわけでしょ、はい、で戸郷、菅野でしょ、で外国人でしょ、うん、でリリーフも含めたデラロサ、あとはあビエラ、うん、ビエラ対談ね、対談ではパッとしないじゃん、うん、で対戦続けるのが、まあ、なかなかね、うん、絶対的なのが欲しいじゃん、はい、やっぱり、うん、だからやっぱりリリーフのできる、お先発じゃない、リリーフのできるピッチャー、大勢に続いてもう今年も取ろう、リリーフ、リリーフの5いるね、いる、うん、いいのいるね、お読売外れ1位もしくは第2回選択希望選手、青山みなと、おあの先生がアジア大学、千葉ロッテのね、あロッテの時に出したのが、うん、リリーフできます、はい、まあ、すぐ早いです、連投も辞さないタフネスグファンですよ、うんうん、アジア、あいいかもしれない、赤星、うん、平内、うん、おー青山、あいいいいよ、はい、あるな、あると思いますよ、なうん、いいっすもん、うん、青山だな、はい、そうですね、うん、あの朝の次第だけど、うん、こんな言い方したら悪いよ、うん、順位1位には入ってきてないんちゃうかっていう、その、うんうん、最初の最初の1巡目のバーっていうこの、はい、抽選も低めのバーの中には、うん、はい、だからドラ外れ1位で被る可能性あるけど、はい、リリーフもできるから、うん、いやすごいですよ、あの先発もしますけど、うん、3カード連続で中1日で先発するというエースにふさわしいフル回転、そうです、すごいですね、青山君、世界大会も経験します、うん、経験十分なんですよ、no. はい、だからまあ 先発もできるけどリリーフもできるから、うん、まあ、そのジャイアンツの今足りないところの、はい、っていうところにもいけるじゃん、うん、だから俺はね青山君をねジャイアンツを押したい、いいですね、か矢沢を押したいけど、はい、矢沢は浅野君行った場合1巡目でいなくなってると思う、うん、俺の予想は、はい、だから無理じゃん、うん、浅野君だってもう公言してんのに1位いかなかったら逆じゃん、はい、だから青山君いいんちゃう、うん、あるんちゃう、そうですね、うん、もしくは3位で、はい、橋本達也慶応大学、おリリーフです、まだ両県のね、うん、長田高校出身のピッチャーですから、うん、リリーフどう、いいんじゃないですか、の、はい、もう厚めにリリーフ厚めにして、うん、ルーキーで、はい、もう前はもう FA と、うん、今年頑張ったやつで、はい、なんどれか頑張ってもらって、うん、あと外国人、はい、リリーフ大勢の前に、うん、青山橋本の、うん、どう、本当今年リリーフをがっちり固めるっていうのありですね、そうそうそう、うん、思い切ってね、はい、先発はだって毎年出てくるんだから、はい、誰かは、うん、いいですね、で、はい、4位で畑野春樹投手、お東洋大学、はい、まあちょっと発展ちょっとなんですけど、まっすぐ速いから、はい、156球、うん、だからあのリリーフに、はい、もう育てるために4位かぐらい残ってたら、はい、俺いいんちゃうかっていう、でもこんなに大卒ばっかり4人3人取らへんような気もするけども、じゃあちょっと袴田枠もあります、ね、あんの、はい、ジャイアンツに、ジャイアンツにちょっと育ててほしいな、誰ピッチャー、ピッチャー、ちょっと静岡県から、いいか、静岡毎年いるね、いっぱい、まあ、いるんです、さすがにでかいね、はい、常葉菊川高校の、うん、安西かなと投手、いいの、右のサイドスローです、おお、サイドスローいいね、はい、サイド正樹さん並みに、はい、そんないないからね、ジャイアンツサイドスローね、で、まあ、もうそういう人って今少ないじゃないですか、うんうんうん、だからちょっといいなと思って、東海地区ナンバーワンと言われてる、まあ、そうなの、の、はい、何位、でも多分上位っていう感じじゃないので、6位ぐらいで、5位とか6位とかで、とか育成とか、はい、うまくいけば、いや普通に私あの入ると思うな、支配下で、支配下で、うん、もちろんそこで、はい、アピールしていきたいね、でもちろん先発もいいと思うんですけど、こういうサイドスローで、うん、あのリリーフとかにもいいかなと思って、うんうん、まあいいね、はい、おすすめだね、ちょっと私の超絶おすすめなんで、よかったら巨人、うん、静岡って巨人ファン多いんで、いや全国に多いから、まあ、そうなんですけど、静岡やっぱりあのチームがないので巨人なんですよ、でもあれでしょ、浜松の人とかドラゴン応援してるんでしょ、そう、そうなんです、はい、先生あんの、はい、そうですね、僕はもう多分くじで外すと思うんで、はい、やっぱり外す、これも濃厚じゃないですか、うん、ってなった時にジャイアンツ、うん、球団の顔になる選手を狙いに行くと思うんですよ、うん、ってなった時に僕はやっぱこの選手しかいないと思うんですよ、はい、村上ジュニア、わー、弟、弟を行ってしまうと、1位、1位で候補な、1位で1位候補なの、村上圭太君、村上圭太を、これを野手として
まあ、取りに行ったもんね。取りに行って外したもんね。お兄ちゃんもね、うん、もうこれ弟取ってしまって、うん、でそういうことで岡本選手、中田翔選手のもとで数年育てて、うん、その辺が年になっていった時に、うん、担ってもらえる。だって元でって言っても一軍にいなかったら元でないから。いやまあそうですけどそうですけど他に行くんじゃないかなと。そうなん、はい、ヤクルトじゃなくて巨人が行くと先に1位ね、はい、そうなんもん。来年の戦力になんない。それはいいんです、補強するんですよ、FA で。あま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 あ球団の顔になる選手、スターになる選手を僕取りに行くと思います。まあ、村上選手より体も大きいしね、はい、初で1位ね。先日ね、逆方向国体ホームランってましたから、うんね、あともう一人、ちょっともう一人でいいですか、はい、ピッチャー、うん、ちょっとね、今、野手いったんで、うん、ピッチャーでおすすめしたいのは、僕は東芝の吉村投手、はい、ですね、はい、出身も東京で、うん、西大、ね、はい、富山工学院、マックス153キロのスライダーとフォークを投げるピッチャーなんですけど、うん、このピッチャーも非常にどこでもいけるピッチャーなんで、うん、これはもう外れたときに、うん、十分上位として狙えるんじゃないかなと、うん、いいの、いいっす。へぇ、だから国学院だったんで僕はヤクルトかなと思ってたんですけど、うん、でも外野が欲しいんだったらさ、ヒルマもあるよね。十分あるっすね。だってサトテル行って取れなかったんだもんね、うんうん、でも外野が欲しいんだったら、はい、浅野外して昼間もあるよね、はい、1位。昼間は昼間早稲田じゃないですか、うん、今年早稲田出身の監督さんがね、うん、ある球団に就任されるということで、うん、そっちが先に取っちゃう可能性もあるじゃないですか。でも阪神も浅野行くから、ね、外した時に、うん、強豪で、しかも外野はいらんよ阪神は、うん、まあ確かにそうですね、うん、いるもん。もう取るとこないんですよ阪神セカンド。いやそれこれ阪神会じゃないから、ね、うん、そうですね、うん、はい、まあ、俺、まあ、まあ浅野君って FA 次第やな。そうですね、 FA で誰取るかですね。でも俺はリリーフ厚めにした方が、うん、来年だって2年連続 B クラスはちょっと原さんちょっとお点に残るから、それはもうね、はい、うん、避けたいって考えたら何とかリリーフ陣の整備、今年バタバタしましたもんね、って考えると俺はそこがいいかなっていうところと、うん、先生はそれね、はい、うん、はい、高間さんは、私は安西くん、うん、安西先生と関係あるの？え、諦めたらそこで試合終了ですよ。まあ私の大好きな言葉ですよ ね、はい、だからくじ引きも、うん、負けると思ったらもうそこで終了だから、はい、強気でいかないといけないですね。強気でね、あるやつ引いて、はい、あとめくるだけ、うん、ね、十何回目の正直で、そう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 、はい、当日どうなるのかっていうね、はい、ジャイアンツファンの皆さんはどうですか、はい、